その年の食文化を象徴する今年の一皿選ばれたのはごちそうおにぎりですきょう、豊島区にある専門店に訪れると行列ができていましたその人気ぶりを取材しました2023年、今年の一皿はごちそうおにぎりです 豊富な具材から選べる楽しみとその見た目の華やかさから SNS を中心に話題となったごちそうおにぎりが今年の一皿に選ばれました。その年の世相を表す今年の一皿。担当者はコロナが5類に移行したことが選考の理由になったと話します。 今まで内食や中食で食べられていたおにぎりが、より見た目が華やかになって、握りたてを味わうスタイルが定着したというところで、外食で食べられるようになったという点が、今年の世相とあの反映していいる点かと思っています今日、豊島区のおにぎり専門店を訪ねると。開店10分前というのに、もう道路の向こうまで長い列ができています。 ごちそうおにぎりの元祖とも言われるボンゴ店頭で選べる具材は58種類多い日は一日1500個のおにぎりが売れるといいます開店1時間前から並んだという女性の2人組に話を聞いてみるとインスタとかでストーリーで載ってて、うん、でいきたいなって思って、うん、狙ってるのは筋子、うん、一番人気のやつと。

お目当てのおにぎりにかぶりつくと具がぎっしり入っててめっちゃ美味しいです。すごいご飯あったかくてずっと寒い中待ってたので美味しいさらに美味しいです。今年の一皿にごちそうおにぎりが選ばれたことについて店の代表は周りでおにぎりの民意が上がったということはとても嬉しいことですよ。私としてはその 日本人の心の中にあるおにぎりって特別だと思うんですよその心を伝えるんじゃなくて引き出してあげる仲を取り持つ人でいいんじゃないかなと思うんですよ。